杉内です。1月24日土曜日朝の7時22分です。ちょっとね声がガラガラです。ガラガラ声で今日は言いますがお許しください。昨日7月23日に人選のプチミーティングがありまして、人選ミーティングに愛知とか静岡とか神奈川方面から来た人、青山高原行った後に、三重県松阪市で一商品さんで焼肉を食べてると、俺を置いて、いやあいつら焼肉食べに行っとるぞ、内緒にしやがってほんまに、なんかえらい楽しそうにご飯食べてたらしくてですね、どういうことや、おこやぞおこ、わしはおこやぞ。どうやら朝食を食べた後伊勢志摩の方に行くという情報を耳にしまして、おこなんでサプライズで行ってみようと思います。というわけで今日は、サプライズで人選ミーティングに参加した人に黙ってこっそり、あ、そうそう、今日は25Rです。黙って25Rで行ってみたらどんな顔するかドッキリ、行ってみたいと思います。昨日あのまあまあ皆さんご存知のオリンピックの開会式が昨日夜ありまして、まあ入場からね、まあ、開会式から入場からいろんなやつ全部ずっと見てたんですけど、聖火に火が灯るのまで見ていたくて11時過ぎ12時近くまで見てたせいで、そこから風呂に入り寝るかねと布団に着いたのが1時。どうやら今日ホテルを出発するのが8時と聞き、大阪から三重県松阪市までの移動期間を考えると4時過ぎには家を出なきゃいけず、3時には1回起きようと目覚まし時計は3時にね1回目覚まし時計合わせて起きたものの、いやー秋之助が横で寝てる秋之助にね、いやー起きたな起きたで、一応起きたで俺みたいな。でもな、多分なノブさんな、俺さ絶対まだな、帰るって朝一で俺が着くまで帰るって言ってて勝手に帰ると思うねんみたいな、絶対あの人帰るねんみたいな、だからな行ってもおらへん気がすんねんな、ノブさんおらへんのに行ってもさあるよねって言ったら秋之助にも、そうやねノブさんは帰るね、あの人絶対眠たかったから適当にいたと思うんやけど、そうやなノブさん多分絶対帰るな、しゃあねえな寝ようみたいな、で二度寝しましたと。起きたら6時ぐらい、6時ちょっと前、5時40何分とか5時50何分とか。でもね、ノブさん LINE じゃない、 LINE、 あ、そうそう、 LINE がノブさんが来てて、帰るでと、やっぱり帰るんやんけみたいな、1時間ぐらい前にね、4時過ぎぐらいにね、帰るで、帰るんか、やっぱり帰るんやな、予想通りやんみたいな。で、このままちょっと LINE とね、ノブさんとその中で寝ぼけながらやってたら、ちょっと自分でも何言ってるかよくわからないんですけど、信じられないんですけど、フェリー乗って帰れやノブさんと、ノブさんがフェリーで帰んやったら今から行くれと、なぜか寝ぼけた俺は言ってしまい、ほんならフェリーで帰るわと、とりあえずノブさんフェリーで帰るって言い出したんで、おーマジか、まあ、言い出したも俺やしみたいな、しゃあねえ行くかというのでちょっと前置き長いんですが、三重県までダッシュで向かってますということで、163号線を使って三重県まで一気に走っていきたいと思います。まあ、なんで25あるなみたいな、なんで人選の人たち25あるなんて思う人、俺もそう思った。いやわかんない、なんかねこの子がね乗ってほしそうにこっちを見てたのよね。うん、俺の方が勝率取れるぞと。なんてこと言うねこいつ。ということで、勝率が取れそうな25R乗って三重県まで来ます。まあちょっとね、この連休ずっと2000乗ってたから。1日ぐらい違うバイク乗らんとね、まあ、明日はハンターカブに乗ろうかなと思ってます。あのノブさんはね当然やり取りしたので今向かってんのは知ってますと、
ただね、車を快適やって送っといたんで、多分車で来てると思ってると思います。ということで、今から伊勢島パールロード、俺この間上げたばっかやな、人生でパールロード行った動画上げたばっかなんですが、上げて間もなく次は 25R で行こうと思いますので、皆さんお楽しみに。それではちょっととりあえず奈良県通り抜けます。また後でー。あれ、パールロードはこっちでいいんやな、島ロードこっちでいいんやな。はい、もう合ってんのかな、まあ、なんか間違えてる気がするけど、向こうにな、あれ前回向こうじゃなかった、あれあれ、こっちで合ってる、まあ、アルファイトに向かってるんであってパールロードに向かってるわけじゃないんだけど、あれどうなっとんの、まだパールロードで飛ばす飛ば展望台にまだいると思います。どういうことや、これはどういうことや、飛ば展望台に行けってことか、これてかガソリンスタンドはどこや、むむむむむ、ちょっとナビを設定し直したい、どうなってねん、あ、パールロードや、ここらパールロードです。さあパールロード逆走、左方向です、これか、さあパールロード、鳥羽展望台にまだおるということで、とりあえず鳥羽展望台まで行ってみようと思います。ガソリンないけどな、いつもと反対側からね行ってみたいと思います。違ったりしない、どうするそれ、なんか楽だ、あれのあの怪しい軍団か、信頼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 水分補給にご注意ください。信頼え2号案がちょっと持って重かなと思ったらグッて待てちょっと水飲まして本当みんなの水分がおふんまよいしょ
行きましょう。お疲れ様です。ガソリンない。ガソリンがない。ガソリンがない。ガソリンがない。初めて。え、ないタイミングだから。気のせい。